皆さんこんにちは。 AO 推薦入試専門塾コッスン教育ラボ代表のコッスンこと小杉達彦です。今回は AO 推薦入試小論文書き方の10個のコツということで、その2つ目にいきたいと思います。はい、2つ目のコツ、主語を省略しないです。これなんですけれども、まあ本当にそのまま、例えば、小論文書くときには私は何々だとか筆者は何々だと考える。主語というのは、書かなくても分かるんじゃないかと、毎回その私はと書いてしまうと、少しくどくなってしまうんじゃないかというふうに考える人もいると思います。もちろん、文章というのはリズムも非常に大切になってくるんですけれども、やはりこの大学 AO 推薦入試の小論文を書く上では、誰が何をしたのかというところの主語というのを、明確にすることによって、非常に伝わりやすい文章になるということが言えます。ですので、本当に基本ではあるんですけども、主語というのは必ず入れるように意識をしてもらえたらと思います。はい、それでは次回は、コツの3つ目に移りたいと思います。では、コッスンでした。